ルミエールとは、岩手県森岡市に本社を置く映画工業会社、南部工業が運営、経営する映画館の名称。森岡市にサンスクリーンに要する。かつては、秋田県秋田市で、ルミエール秋田も運営していた。官名のルミエールは、淀川長春が命名した。映画の創始者、ルミエール兄弟に由来している。森岡ルミエールは、 森岡市菜園2丁目の藤田ビルにある映画館。3階にルミエール1、5階にルミエール2がある。4階に映写室があり、2枚の鏡に光を反射させてから2つのスクリーンに映写している。上映作品は1987年10月の開業当初からミニシアター向きの作品が多く上映されていたが、近年は丸の内ピカデリー2.3系列の 邦画、洋画を中心に上映している。1969年に、森岡市中央通りの中央ビル地下に開館。176席。主に、丸の内ピカデリー系の作品を多く上映。映画館通りの一角をなす。映画館として、長らく営業するが、2009年1月31日に、来客数の減少を理由に閉館した。最後の上映作は、 サウンドオブミュージックだった。しかし、映画、送り人の大ヒットで、ルミエールだけでは観客を裁ききれなくなったため、閉館したピカデリーを同年2月26日に一時開館し、その後も話題作を中心に同館で上映するようになった。当初はルミエール1.2の別館のような扱いだったが、現在は南部工業の主力館として完全復活している。 入り口上方には看板職人の小笠原正春による昔ながらの手書きによる絵看板が開館当初から2017年5月まで掲げられ、その功労から2016年に小笠原は文化庁長官表彰を授与された。しかし、2017年10月に小笠原は亡くなったため、以降はデジタル印刷式による看板が掲示されている。 ルミエール秋田があった秋田拠点センターアルベルミエール。秋田は秋田県秋田市東通り中町の秋田拠点センターアルベの2階にあった映画館。2004年7月16日、パンテオンシネマズ秋田の名称でオープンしたが、わずか1年3ヶ月で運営会社が撤退。その後、駅の映画館、秋田シアターの名称で暫定営業を行ったが、 2006年11月18日から南部工業が経営を引き継ぎ2007年4月25日に玄関名に改称した。しかし南部工業がアルベの民間船を管理運営する秋田新都心ビルとの契約を更新しなかったため2020年5月16日で閉館した。跡地について秋田新都心ビルの末広検事社長は 秋田駅周辺の賑わいのためにも映画を楽しめる場は残す。現在、協力できる企業と交渉を進めている。7月下旬までには新たな形で営業を始められるようにしたいと話している。コンセッションではペプチコーラを販売していた。各スクリーンに車椅子席を2席設けていた。ありがとうございます。